のジョブスチャー。はいはい、お願いします。MC のみえちゃんです。お願いします。リップオフ、はい、始まりました。さあ、この番組はですね、女子バスケを愛するミリアちゃんとですね、絶賛ドハマり中のつげちゃんが斜め下目線からお送りする女子バスケ専門番組でございます。はい、世界レベルで強い、可愛い、面白い女子バスケットをより深いところから、はい、いろんな角度からお届けする50分になっております、皆さん今日もよろしくお願いします。お願いします。ということで毎週毎週ちょっと、このね番組説明の後にちょっとコメントなんかをご紹介してますけど、あんまりちょっと今回振るってないぞ。パイセンちゃん来てないぞ。なんかちょうだいよ。お願いします。お願いしますね。なんかね、飽きちゃってない？飽きちゃってんのかな。ちょっと飽きちゃってんのかな。やだよ。最初はね、もう僕らただ単にこう僕らのね熱い思いを、うん、こうでああでもないこうでもない話すだけだったんですけど、うんうん、変にみんながなんか面白いとか言うから欲しくなってきちゃってるよ、どんどん。パイセンちゃんよろしくお願いしますね。よろしくお願いしますね。まあいいねとか皆さんくれてるんでね、はい、本当ありがとうございますなんですけど、はい、一個僕気になることあって、うん、キャップね、毎週キャップ情報をお送りしてる感じになっちゃってますけど、の日々成長でちょっと海外で挑戦したい思いが強くて対談することになりましたっていうのがあって、だからこれからねちょっとそっちも僕ら追っていかなきゃなっていうのが。いや、もちろんでございますよ。だからちょっとこうなんですかね、まあ僕らのキャップっていうのもありますから、はい、ちょっとジョバスチャン自体がちょっとワールドワイドになってくる可能性がそうだね、海外の方ももしかしたら、はい、加藤のことやってんのジョバスチャンっていうので、だから今ジョバスチャンって呼んでますけど、こうセバスチャンみたいな感じでジョバスチャンっていう風にちょっと変えていくっていうのもちょっと世界に向けて。そうだよね。ジョバスチャン英語表記は何になるんだろうね。英語表記、まあ女で、まあウーマンの W が入って、そうですね。だからウーマン、難しいな。フィメールってフィメール、男子メール、フィメールって言いますね。女子。あ、そうですね、女子です。フィメールが、だからフィメールバスケットボールちゃんか、まあジョバスちゃん、ジョバスちゃんでもいいかもしれないですね。ということで、なんか一件でもタレコミ屋から入ってましたね。そっか、タレコミ屋から来てたんだ。タレコミ屋からジョバスちゃんアカウントでも DM で来てました。そう、今回は DM でね、本当にタレ込んで。はい。ありましたね。そうそう、これはもう晒すと、もうツイッターで晒しちゃうとちょっと心が痛いと、だからもうジョバスちゃんにお任せしますあとはって言って、JBA 発表の、はい、あれはアンダーの、はい、ヘッドコーチが、はい、矢渕さんに就任しましたっていうご報告で、矢渕さんのご挨拶とプロフィールなんかがこう載ってるんですけど、はい、肝心のお写真ですね。ちょっとお写真の方がですね、横に2倍からないし3倍引き伸ばされておりまして。そうなんですよね。なんでなんですかね。あれはどういう現象なの。あれどうやったらそうなるわけ。だからこう例えばですけど、こういう顔写真があって、このサイズに合わせていっちゃったのか。ちょっと待って、どんだけ規格ちっちゃいの使ってんの。最初すっごいちっちゃいの使ってる。ガラケーに入ってたデータを PC 用に引き伸ばした感じでしょ。だって印刷しようとしたらちっちゃすぎてできませんってなるやつかもしれないですね。あれは、いや、あれはちょっと私最初はデデデ大王が出てきたんかなと思っていきなりそう、何この写真と思って。ボケたなそれ。なんでだろうみたいな。いや、もうガラケーの写真データをもうプレミアのソフトで、とりあえず画角をフレームサイズ合わせろっていうボタンピッて押してゴーってやった感じよね。確認を重ねましょう。あれね、だから最初僕携帯が僕のねスマホがなんかあれなのかなと思ったんですけど違くて、僕やっぱちゃんとねジョバフトのね、はい、バンドの時に僕ね、女子もっていうので、女子をっていうので僕城島リーダーのところに矢吹さん入れてますから。そうだね、そうだね。楽しみだね、矢渕さん。矢渕さんね。やっぱこうなんだろう、女性のこうやっぱほら萩原さんとかさ、矢渕さんとか、はい、ね、やっぱ三菱のね、はい、古賀さんとかも、はい、やっぱこう女の人が女性を教えるっていう、うん、女の人の上に立ってっていうのはなんかすごい、うん、なんだろう、楽しみですよね。楽しみですね。単純に矢渕さんまた熱い方なんで、はい、ね、そちらも楽しみにしておりますので、はい、これからもタレコミ待ってますよ。はい。ね、直金さん。はい。よろしくね。よろしくね。名古屋支部。はい。ありがとう。ということで、一発目のコーナー行きましょうか。今回は新コーナーですね。はい。コーナー何でしょうか。ジョバスちゃん的代表メンバー。さあ、このコーナーはですね、普通の代表を選ぶわけでございません。僕らがですね、何かしらの代表を選んできてます。はい。ね。そちらを見て、ああでもないこうでもないやるコーナーでございます。はい、あのね、ここでね、こう企画なんかをするのが、あずうりさんでやらせてもらうのが、まああと2回という貴重なお時間を新企画にして、はい、失敗したら丸ごとカットいたします。カットいたしますのでね、生放送でしか見れない。一度ね、皆さんあったから僕らすごい盛り上がったんですけど、リングネットフリックスっていう。これは面白い企画できたぞって言ってやってみたら大汗かいて、カミングスーンでも終わってる。あれはもう一生やんない企画ですよね。最初の映像だけしっかりやってそうですそうです。最初の扉でネットフリックスっぽいパロディのリングネットフリックスっていうのをこう、はい、ダダーンみたいなのだけがもう先に走っちゃって、あそこまで完璧なんですよ。そうそう、その後ね、僕がああでもないことやって終わってあれが本当に一番の反省点ですよね。ジョバスちゃんやってての。そうですね。編集の、の段階とかでも、はい、何回も編集とかで揉んだんですけど、はい、やっぱもう最終的に捨てましたね。でもうね、どうにもなんないの。で、つげが一生懸命、ね、いや、こう説明してくれてるから、どうにかどっか使いたいっていうのがあったんだけど、もうダメだ。これはもう。つまらなすぎる。損をさせてしまうと思って。そう、出さない方がいいものってありますから、はいね、それにならないようにね。はい、でもならない企画だと思います。はい、はい、僕らがですね、それぞれ何人か選手を並べまして、これ出しましてですね、はい、これ何の代表ですかなんていうクイズなんで、皆さんも一緒に考えていただけたら嬉しいなと思います。はい、どうしましょう。じゃあ僕からいきましょうか。そうですね。はい。はい、じゃあ僕ね、2個考えてきたんですよ。2個、はい、で、ハードモードと、ノーマルモードがあるんで、ノーマルモードから出していいですか、ね。はい。ではこちらでございます。じゃあ柘植ヘッドコーチ、代表合宿、はい、招集メンバーお願いします。はい、こちらでございます。日立相手区村山みどり選手ですね。と日立相手区の鶴見さん、そして愛知の近平さんですね。でデンソーの佐古さんと、トヨタの河村美幸さん。もうすでに難しいんだけど。難しいですか。うん。まあこの5人、まあ僕ね1回この中だと言うと2人もすぐ招集したんですよ、はい、すぐ電話かけたんですけど、あと3人はちょっとプロフィールを見ながらちょっと行ったんですけど、まあ、じゃあ最初に決まってた、はい、もう確実な軸となるその2人を軸となる2人、はい、川村選手と村山みどり選手ですね。なるほどね。はい、いや村山選手とかはまあミリアちゃんも好きじゃないですか。はいね、でそうこういうのも好きなんだって多分ね一回ねジョバスちゃんのどっかで喋ってて、あと河村選手のことこの子もいわゆるもうリーダーですね、はい、今キャプテンです。この中のキャプテンです河村選手。あ、そうですか。はい、最近一番この代表では、話題になった。なるほど。私、河村さんと村山さんの、うん、二大巨頭で、はい、ピンときたものは一つだけあるので。はい、じゃあちょっとそれいただいても大丈夫ですか。はい、この代表は、はい、女子バスケットボール、はい、ドライブ選手権じゃないでしょうか。はい、車の方のでいいですね。はい、正解です。はい、これねいいメンバー揃えました。はい、まあ村山みどり選手普通にドライブが趣味なんですよ。てかよくわかりましたね。なんで？いやもうこの2人でピンときました。きたその2人でわかった。あ、すごいな。やっぱり結構わかんないかなと思って。鶴見さんもなんかそうじゃなかったかなっていう。そうなんですよ。鶴見さんはドライブが好きで、でそれもかっこ比較的近場。あ、そうそうで、それで欲しい車が、みんなねなんかいろいろ書くじゃないですか、何々欲しいって小回りが利く車。それで私覚えてんのなんかあ、そういう経過、やっぱりその自分のプレースタイルと似てるんだなっていう。そうなんですよ。だからいわゆる、向こうの選手権で待ち乗りしてくださいって時とかは、まあ村上緑選手ドライブで行って、で最近ね買ったんで、はい、そうですね、ここは最後決めていただいて、ハリアですね。で鶴見さんやっぱ待ち乗りの細かいところ入っていくときに、向こうでやっぱ選手権で絶対ね活躍してくれると思うんですよね。そうね、確かに。近平さんなんかはちょっと向こうの選手権でちょっと田舎行った時に、ドライブした時に温泉も趣味なんですよ。あ、そうなの。温泉も趣味で好きなんで。わあ、ちょっと待って、近平さんの露天風呂の感じみたいな。CM いいっすよね。露天風呂にこう白乳色の露天風呂に近平さんがね使って。なんか湯もみされてるのもいいですよね。いいね、似合うな。で佐古さんね、お父さんも佐古さん、佐古さんはこれ今一番期待のこの車ね、ドライブ選手権では一番期待の若手の今一番欲しいものなんですか、で車なんですよ。なるほどね。だからここ一枠上げて佐古さんのちょっと僕は成長みたい。だからここは成長枠というか。まあそうよね。はい、のこんな5人。これ日本代表ドライブ選手権いいですね。はい、はい、選ばせていただきました。いや素敵です。ちょっと招集するのね、ちょっとコロナ落ち着いてからになると思うんで、またそれ追って連絡しますので、よろしくお願いします。これさ、なんかさ、はい、こう見てる方はあれだよね、各チームの、はい、プロフィール欄を、はい、とりあえずタブで開いといて、はい、招集された人たちをこうのプロフィールなんか見ながらってことだよね。はい、あ、そうですね。それが一番いいかもしれない。一番楽しいかもしれないですね。もしかしたら。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次ミリアちゃんのちょっと選出した、はい、代表候補、コーチお願いします。はい、私の招集メンバーはこちらの5人になります。お、町田さん、篠崎さん、飯島さん、お、なんだ難しいぞ。はい、富士通レッドウェーブ、町田瑠衣さん、篠崎美桜さん、はい、で、暴食ですね、はい、飯島さんで、トヨタステファニーで、はい、今、もうね引退されましたけど、久手健さんですね。久手健さんが入ってるっていうのがなんかな、はい、出身じゃないもんな、難しいなこれ、うん、一応これキャプテンとかいるんですかね。そうですね、まあ表向きのキャプテンはやっぱ町田さんですね。表向きは町田さんですね。はい、じゃあ裏は多分久手健さんですね。これいいえ、ステファニーです。はい、なんだこれは。でもつながりがないもんな。ありますよ、一つ。一つあるんだ。でも久手健さん入ってて、ステちゃん入ってて、町田瑠唯さん入ってる。え、待ってください、デザート好き。違います。違うか。なんだ。これね、町田さんはもう表向きに普通のキャプテンっていうのはですね、もうこれと言ったら町田さんっていう感じなんですよ。で、ステファニーちゃんが、まあ副キャプテンというか、っていうのはもう次世代を担うつもりの方なので、そういう感じ。分かったかも。あ、でも違うか。いつまで違うか。で久手健さんに関してはやっぱりほら、例えばですけども、リオオリンピックの招集の時に、はい、ほらガチの、はい、リオオリンピックの招集の時に大賀さんが代表候補から外れたじゃないですか、はい、代表から。でもなんかこうファンの希望としてはああいうこう経験値の高い方が、まあ例えば出なくてもいいけどベンチには入っててほしいみたいな、そういう気持ちで私は久手健さんをOG の選手を1人選んでます。じゃ違うな、俺が思ったのヘアバンドかなと思った。正解です。あ、正解。あー、いやちょっと今のなんか、いやベンチにいてほしいですね、いやわ、ちょっと今濁しにいってませんか、ヘアバンド。いやいや、そうじゃなくて、町田さんって言ったら細ヘアバンドの細ね代表で、しかももう町田さんって言ったらもうヘアバンド、ヘアバンドって言ったら町田さん、もうあれが外れた瞬間とかの観客席の女子中学生のキャーっていうのすごいじゃないですか。すごいすごい、力解放したみたいな感じで。でステちゃんは今の主流の細から、ふとに引き戻そうとしてますよね。ふとヘアバンドに。ふとヘアバンドもしくは鉢巻きもやってますからね。やってるから新しいやつ。だからもう次世代の、うん、もうニューウェーブですね。うんうん、ヘアバンドニューウェーブ、はい、がもう副キャプテンなんですけど。いやすごい確かに。で、あ細ね。細代表、はい、で細で次世代、はい、で久手堅さんは、はい、ものすごい太いんですよ。極太でこうひっつめスタイルでいらっしゃって、細はやってないんですよ。極太一本なんですよ。そうか、その時代もあるかもしれないですね。細時代じゃない。だ極太でもうなんていうの、町田さんと、うん、久手堅さんがステファニーがその中間を、はい。なるほどね。だから一周回って、はい、今度ステちゃんが、うん、今布団を持って帰ってきてるわけですよね。そうですそうです。うわヘアバンドか。そう。町田さんとか篠崎さんいてヘアバンドかなと思ったけど、久手堅さんの大御さんが抜けてベンチにいてほしいっていうのはヘアバンド目線の。そうですそうですそうなんです。だからステちゃんがね細の、意見で困ったら町田さんがやっぱり先陣切っているんで、町田さんにそのアドバイスを受けると。で太の方の、ちょっと時代が戻る感じの、はい問題にぶち当たったら、それは久手堅さんにそうアドバイスを求める。なるほどな。じゃあこれヘッドコーチとかその辺に矢野さんも入ってくる可能性ありますね。これ入ってますよ。入ってますか。はい、候補メンバーに入ってます。入ってるんだ。代表決定なんですけど、はい、候補二次合宿で、はい、重ねていく上で、はい、まだふるいにかけられる選手はたくさんいます。そっか、まだいるもんな、はい、まだまだ、はい、山本千夏さんとか。ああ見たい。山本選手権で帰ってきてほしい。バスケはねもう引退されたからあれだけどうわー山本、そうかー、はいはい、ヘアバンド、いやいい代表だわーいいわー。そうですね、はい、ヘアバンド、日本代表、日本代表、はい、はい、多分お電話行くと思いますんで、はいはい、これ夏ぐらいですか。夏、そうですね、夏ですね、夏ですね。ヘアバンドやっぱ汗かく時が一番のそうです、はい、ね、時期ですから、はい、一応もう一個考えてきましたけど時間的にあれかな、どうですかね。どうですか。これでも次の方に行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうかね。とりあえず代表こんな感じで、はい、皆さんもこれで遊んでみていただければと思いますし、はい、僕らにクイズ出してもいいんで、はい、皆さん送ってきてください。はい、はい、さあ続いては何のコーナーでございましょう。コートネーミング。いやーい。さあコートネーミング、僕が大好きな企画でございます。はい、後ろにもねありますけども、はい、皆さんねコートネーム、女子の選手にはコートネームってコートだけのあだ名があるんですけども、うん、それがかぶってしまってたりとかですね、うん、ちょっとそういうことがあるんで、うん、僕らの方で名字をつけようって始まったんですけど、うん、もう名字でもないなんか足しちゃったりとかして、とりあえずねコートネームにね一味つけ足そうというコーナーでございますね、はい、いろいろありますね、思い出されますね。はい、ね何が一番やっぱり僕ね、でもやっぱ一番好きなのはやっぱ鍛錬ですね。鍛錬、はい、あ、そうですか。はい。やっぱ私もう不動の道場律三郎。第1回目の道場律三郎、はい、そしてホープ大賞ですね。ホープ大賞すごいよ。ホープ大賞はやっぱりもうじわじわくるね、はい、ホープ大賞は。だってこれ一回だってお笑いホープ大賞もつけようかっていう。であんたが大賞の方の大賞にしようって、はい、一瞬そういう一案も出たんだけど、うん、いやそれはダメだと、ノーマル大賞でいこう。ノーマル大賞を取るからホープは。そうですよね、うん、星さんだからね。星さんでホープ大賞ですよね、うん、バナナジュースをミキサー使わずに、はい、作るというね、はい、リューティーかわいいとかね、リューティーかわいいはもうリングネームよそれ。女子プロレスラーのリューティーペア、リューティーのペアはもう一人のリュウさんになっちゃう。あれリューティーかわいい、あビューティーから来てんのか。ビューティーとかキューティーという意味でリューティー、これあれですね、河合真依選手ですね。そうです。はい。誰かわかんなくなっちゃうの。ブルーミング秋とかね。なんでブルーミングにしたんだっけとか。漢字がさ、さつきさんのさくっていう渋谷さんですね、渋谷さんの名前にさくっていう字が入って本人のモットーというかで、咲き誇れる、咲き乱れるみたいな、とにかくそういう咲き散らかしてるっていうのがあったからブルーミングにしたの。その先なんだ。あとこれね、 Is there anyone who knows Ram？何これどういう意味だっけって感じですよね。餃子のやつだよね。あ、そうかそうか。餃子の水野さん、餃子のツイートでなんか餃子ってさみたいな、先っちょ食べてさ、そこにタレ流し込んでさ食べるんだ、分かる人いる、分かる人いるねってことは、そうだそうだ。でもこれでね分かりやすくなってますもんね、水野選手と安間選手ということでね。さあ、じゃあ今回もねコートネームつけていきましょうということで、1人目こちらでございます。どうぞ。はい、三好南穂選手ですね。三好南穂選手ですね。コートネームサンですね。サン、太陽のように明るく大きい存在の、はい、まさに三好選手って感じのコートネームですよね。ね、いいです。それ、これもう一方もいきますか。もう一方ちょっと、はい、じゃあパネルだけ紹介しましょう。三好選手のサンと、そしてもう一人。はい、園田直選手ですね。3で太陽という意味なんですけど、デンソーアイリスね、園田さんでございますけど、やっぱ3はやっぱ太陽って意味なんですね。はい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 。はい、じゃあこちら三好さんの方をテロップにしていただいて、そうですね、はい、先に、はい、ありがとうございます。じゃあ早速三好選手のねコートネーム考えていきたいですね。まあ三好選手って言ったらもう本当に太陽のように明るくて、こう笑顔が素敵で、もうコート上でもねすごいこうハッスルするイメージのね、なんかイメージとしてはやっぱり気が強いと、気持ちが強い、芯がね、芯がありますから。やっぱほらスリーポイントが、例えばまあ武器とするスリーポイントが入らない時間帯が続いても打ち続けるっていう気持ちの強さがあるので、やっぱ解説席の方もやっぱりその三好さんのその紹介ポイントとしてはとにかく気持ちが強いっていうのを。だからあれですよね、キャプテンなんかもやってて、もう絶対に下向かないと、私は絶対に下向かない、前を向いてればみんなもついてきてくれるはずだ、私は絶対に下を向かないって、すごい、あれすごいかっこいいインタビューがあって、そうだけどなんですか、オールスターとかちょっとした時こうすごい楽しいことやってくれるからね、もう大好きな選手ですけどね。そうだね。はい、まあこれね、三好選手どうしようかなっていうのありますよね。いいのつけたいし、いいのつけたい。はい。まあそうですね。僕ではすごいイメージに残っているとか印象に深いのは、三好選手こんだけうまくて日本代表候補にも選ばれる選手だけど、始めたきっかけが太りすぎてたダイエットっていう。そうなんやと思って。そうか。なんかもうドッジボールかなんかやってたらもう太りすぎてて動けなくて、親がもうダイエットしなさいっつってバスケかなんかやって、でも一番ハードだからねバスケ、それでここまで来ちゃうんだからすごいよね。私なんか印象的なエピソードは、三好選手がまああれだね、桜花学園の高校時代の、まあね、桜花ってバスケでナンバーワンの名門チームのコーチ、井上監督が、過去の印象に残ってる選手たちの名前をこう挙げてるんですよ。で一番野生児だったのは誰だとか、一番なんか気が強かったのは誰だとか、一番勉強ができたのは誰だっていう質問があって、で井上先生が一番文武両道を伴ってたのは誰だっていう、まあバスケもうまい、頭もいいは誰だって言ったら三好さんを挙げたんですよ。そうなんだ。でチームメイトの情報ですね、その桜花学園時代のチームメイトの情報があって、三好さんね、練習最後までやって、テスト前よ、テスト前、みんなでもほら運動チームであそこまでこう引き抜かれてると、絶対その練習はやんなきゃいけないじゃない。そうですよね。で三好さんは普通に最後まで練習して、でみんなでほら勉強集まってこうやるじゃないですか、その後テスト弁。ソファーでね真っ先に寝るんだって。それで1位取るんだって。それもう勉強常にしてるから、もう頭入ってるから、そこで詰め込まなくてもいいってことですか。どこでやってんのかが分かんないっていう、すごいな、バスケうまいね、勉強もできる、明るい、もうみんな盛り上げる、ねえ、で綺麗ですし、すごいミスパーフェクトですね。ミスパーフェクトよ、すごいな。文武両道ですよ。文武両道、もう文武両道さん文武両道さんでもすごくない？すごいわ。なんかさ、一番最後に勉強のとこに集まって、気づいたら寝てて、テストで一番ち成績いいってかっこいい、かっこいいよね。絵に描いた漫画のキャラクターみたいじゃない、そんなやつ。確かに。で本当に三好選手はもう本当にもうなんですか、その自分のまま寝てそうじゃないですか。あえて勉強してきてみんなの前で寝てるのがかっこいいなみたいな、僕みたいなタイプじゃないと思うんですよ。俺勉強してないわって言うタイプだったんで、昨日寝ちゃったわっつって。うわー、そのタイプだったんだ。俺そのタイプなんですよ。嫌なやつだね。俺全然1分勉強してねえわって言ってめちゃくちゃ勉強してる私あれだよ、全然勉強したって言われて、いやいや全然やってないって言って、本当にストレートに13点とか取りました。でもぽいな、裏切らないな。13点なのにケロッとしてる。あ、そうそうそう。いいよ、大丈夫。そうそう、ノンダメージ、ノンダメージ。ノンダメージ。いや、三好さん、確かに。あとは絵もうまい。絵味ある。あ、そうだね。ラインスタンプとか。はい。トヨタアンテロプスのラインスタンプとか書いてますもんね。あれめっちゃだよ。最初ミリアちゃんからスタンプ来た時知らなかったから、何これとステちゃんのあれこういうやつでしょ。何あれ、わろたっていうやつ、あれの印象も強いんですよ。だから結構何でもできちゃうんですよね。オールマイティなんですよ。何でもできるよね。確かに本当に何でもできる。本当何でもやなんですよね。だから何でもやって、なんだろう、便利屋、便利屋、便利屋の何か、便利屋さんってもうそのままです、ね、便利屋さん便利屋あんまりいい意味じゃないしな、いい意味じゃない。だからオールマイティー何でもできるし、何でもできる人って誰いる、なんか何があるっけ、何でもできるみたいな。何でもできる人、いや一度に何でも聞けるのは聖徳太子ですよね。ああ、聞けるのはね、一気に聞ける、何でもできる、全て何でもできる人ってなんかいましたっけ。勝俣さんとかじゃない。勝俣さん、勝俣さんバラエティーもいけるし、シリアスなやつもいけるし、踊りもいけるし、歌もいける。でもなんか違うな。なんだろう、ガクトとかだよね。あ、ガクトね。そっかそっか。でなんか歴史上にいなかったんですかね。歴史上にいるやつで、なんか全部頭も良けりゃ戦も強えみたいな。強えみたいな。誰いないか、そんな人。誰かいますか。なんかいるかな。ジャンヌ・ダルクとか革命だもんな。あ、女だしね。女だし、なんかでもみんな完璧に何でもできる。なんかさ、なんかその武将系で、なんかその実はこの武将じゃなくて、そこのなんか甥っ子とか息子とかが実は頭が良くて本当は強かったみたいな、ありそうだけどね。そうですね。だからドラクエ4だといるんですよね。息子が本当は勇者で何でもできちゃう、魔法も使えるし、剣も強いっていうので。親父をずっと信仰で動かしたけど、息子が勇者だったんだっていうのあるんですよね。なんていうのそれ。ドラクエ4。そこじゃなくてですか。キャラクターの名前。なんだっけな。それはわかんない。ちょっとね、それあれですね。なんか、何でもできるみたいなのいるかな、漫画のキャラクターとか。でも頭も良くて、スポーツもできるみたいなの、なんか神様とかでいそうじゃないですか。ああ。アシュラみたいな。はいはい。千手観音。千手観音。兵道頭いいの？まあ総合だからってこと？そっか、総合、そっか、そういうことね。兵道るね。そういうこともある。だから黒兵はミルク黒コップか。うん、黒兵はね、レイセフォー。一人いたんだよ。頭良くて強いやついたのよ。アレクセイ・イグナショフ。ああ、じゃあアレクセイ・イグナショフさん、サン・イグナショフ、イグナショフ、毒サソリって言われてたのがいたのよ。毒サソリって言われたのがいたのよ。あ、イグナショフいいな。あの人超頭良くて、なんかね、なんか学生っていうか学者みたいなのの研究員かなんかぐらい頭良くて、でそれとで言葉もすごいで、あれもね実はね良かったのよ。もう一人ロシアの速射砲、ルスラン・カラエフもね、あれ4カ国ぐらい喋るんだよ。そうなんだ。ただね、カラエフはねちょっと秒殺でやられるパターンが多かったんですよ。ああ、そうなんだ。はいはいはい。これちょっと別競技のすごい、確かにスポーツをあれで、いやでもイグナショフいいっすね。3アレクサン・イグナショフ。アレクサン・イグナショフ。アレクセイイグ、なんかつかない、どっかにアレクセイ・イグナショフ入ってないな、入ってないのか、イグサンショフなあ、むずいな、アレクセイ・イグナショフ、イグナショフは入れたいよね、イグナショフは入れましょう、うん、絶対入れたい、アレクセイ・サンレイ、アレクセイ・サンクセイアレクセイ・イグサンショフ、でもイグナショフっていうあれがいいのよ、あれがいいですよ。でアレクさんがもしかしたら一番いいかもしれないですけど、アレクさんイグナショフちょっとあれですけど、ずっとあっちでね、スタッフさんがずっとカンペをなんか出したいカンペがあるっぽいんだよなないですか。そうニコラス・ペタスの鼻折ったんですよ肘で、膝でいいのよ、そういう情報はいいのよ、バスケの話だからペタスがもうね、半泣きになっちゃったの一瞬で。じゃあもうペタスの鼻折り屋とかでもいいですねペタスの鼻折り屋さんとかでもいいですねペタスの鼻折り屋さんペタスの毒サソリの毒サソリさんでもいいですけどね。でもイグナショフ入れたいですね。イグナショフは入れたい。イグナショフさん。イグナショフでもいいですね。アレクサン・イグナショフ。まあまあ語呂はいいですよね。アレクサン・イグナショフ。かもアレクセイ・サン・イグナショフでもいいですよ。アレクセイ・イグナショフさん。日本に来た時の呼ばれ方。アレクサン・イグナショフ。アレクサンにします。何がいい？アレクサン・イグナショフ、まあアレクサン・イグナショフかアレクセイ・イグナショフさんアレクセイ・イグナショフさん、もう人名に人名ですね。はい、わかりました。アレクセイ・イグナショフさんですね。はい、アレクセイ、そうなのよ、ペタスの花折ったんだよね。そうだよ。であれだよね、バダハリとすごい因縁あるのよね。すごいのよ。いや、バスケも愛してるけど、その格闘技も愛してるから、すごいのよ。はい、もう懐かしい。はい、じゃあこれですね。アレクセイ・イグナショフさん。文字数がもう、はい、アレクセイ・イグナショフが多いからね。文字数がね。そうなんですよ。文字数多いんですよ。一応間に点入れてますけどね、これね。そうなの。アレクセイ・イグナショフさんですね。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。決まりましたよ、三好さん。アレクセイ・イグナショフさんに決まりました。これだからコート上でこう呼んでもらえればね、間違いないです。まあでもね、格闘技っつってもね、まあ選手は多分若いからわからないけど、これ見てるおじさんたちはね、絶対私とね、同年代がちょっと上なんでわかる。わかるはずだよね。じゃあもう一人行きましょうか。はい。はい。お願いします。園田さんですね。はい。もう園田さんね、どうしていきましょうかっていうのありますけど。伝送のね、大黒柱の大黒柱を支えてる柱ですね。そうですね。2本目の柱。支えですね。僕ね、でもちょっとねつけてあげたいというか、ちょっとあれなんですけど、これね僕知らなかったんですけど、園田さんいろいろ見てて、さくらちゃんの日常っつって、赤尾さくらさんのことをなんかブログに書いたりしてるんですよ。でめちゃくちゃ熱いお灸をやり始めたみたいな。でみんな痛いとか熱いっていうのに、どうだったって聞いたら痒かったって言ってたとか。さくらさんってちょっと面白いじゃないですか。面白いね。でね、もうミリアちゃんも大好きな赤穂兄弟、はい、好きですよのインスタライブあったじゃないですか。はい、あれの時に発表されちゃったからもう断念したって言ってたんですけど、園田さん赤穂家族参入計画っていうのを極秘に進めてたらしいですよ。何それ。だから兄弟の中に入るっていう。でさくらさんお姉ちゃん、でひまわりと双子っていうのになろうとしてたらしいんですよ。ひまわりと双子で三つ子になろうとしてたの。そうなんですよ。でライタ君ごめんなさいっていう文章があったんで、ちょっと俺は赤穂さんそれ断念したんで、ちょっとそう赤穂ってつけてあげるのもいいかなと思ったんですよ。参入するってこと。はい、参入しようと思ってたみたいで、赤穂参入赤穂参入赤穂参入計画まで赤穂参入計画まあでもありですよね。園田さん参入計画ね、これもちょっと一個候補で。はい、候補で。そうだね。あとはなんかツイートで見たのはブックオフに本を売りに行ったんですって。で向こう着いて売ろうとした瞬間に気づいたのが本を忘れたらしいです。え、園田さんがらしいですよ。おっちょこちょいだね、はい、らしいっす。なんかでもそれのぞみさんもそうだったよね。加藤キャップも、加藤キャップもありましたよね。ファンの方に、はい、そう断捨離でその自分の書物をプレゼントするっつって、うん、なんか郵便局かどっか行ったら、うん、その送る本を全部忘れたっていう。だからどういう本こうやって持ってくのにじゃなくて普通に歩いてったんですよ。なんかやっぱアスリートってちょっとその辺が少し何かが特化してる分、バスケに特化してる分、何かが欠落してるのかもしれない、ね、そうなんでしょうね。だからもうガッと集中できるから郵便局に行くってなっちゃったんですよね。多分本を売るってなったらもう忘れたんだ。本を持っての部分がなくなっちゃって、本を売りにブックオフに行く。もう現物はもう忘れてるのね。持ってるつもりで。そうなんですよ。そうか、おっちょこちょいなんだね。天然なのか。だからあれでしょうね。もう空のフライパンとか振ってる時とかあるでしょうね。何も入ってない。炒める。煙もくもく。皿に乗っけて食べるんだろうね。一応エアーで。お米も用意して野菜炒めがで食べたら味しないな。あれ、あ、野菜入れんの忘れてた。ちゃんちゃん。何それ、すっごい面白くないな。なんだろうね、面白いね。園田さんでもベテランでいい選手ですし、89年生まれなのね、プロフィール見たらね。珍しいよね、80年代の方はね、うん、もうあんまり少ない。そう、減ってきてますもんね。はいはい、あとなんかプレイリストみたいな、練習の時聞きたいプレイリストみたいな、僕ちょっと出してて、デイソン選手何か出してたんですけど、にエド・シーラン2曲入ってました。あのね、すごい流行ったなんですか、ありましたね、ハワイアンテイストみたいな、シェイプ・オブ・ユーか、あれも入ってました。エド・シーさん。エドシーさん、エドシーさんいいな。エドシーさん、エドシーさん、エドシーさん参入。エドシー、赤穂エドシーさん参入計画。長いな。全部入れたくなっちゃう。いや、そうなんだな、面白いんだよな。好きなんだね。はい、なんかあんまりこう言葉とかが入ってこない音楽、後ろの音楽が好きでエドシーさんがエドシーランが。エド・シーランが好きなのね。エド・シーラン多分好きなんでしょうね。トレーニングの聴きたい曲で2曲入ってたんで。あ、そう、はい、エド・シーさん、エド・シーさんありですよね。か、まあ赤穂参入計画。赤穂参入大好きなんでしょうね。今だから赤穂家族には入れないって言って、どっか違うところに行くとか言ってた気がしますね。そこもなんかあれがあるの、ファミリーがなんかどっかのなんか、それもどこだっけな、なんか言ってたんだよな。でも多分伝送の中で考えると、でも佐古さんじゃないですかね。佐古さんバスケファミリーじゃないですか。そっか、はい、佐古家参入計画。だからまあ入り込むっていう意味でいいですよね。別に変えても赤穂とか入れずに、なんかスパイとか、うん、侵入者だよね。だからね、侵入者ですね。だから侵入者ってなんか英語でないですかね。なんかプレデターみたいな。え、侵入者、侵入者ってなんて言うんだろう。すっごい良くないことでない。インベーダーだって。インベーダーさん、うん、でもなんかすごい悪い意味なんだな。ストレンジャー。あ、ストレンジャーね。インベーダー。ストレンジャー、こうやってきたものみたいな感じですね。うん、住み着いたみたいなことですよね、うん。インベーダー。ストレンジャー、C さんみたいな。エド・シーランもちょっと残したくないですよね。でももうシーランって C さんになったらさ、もうエド・シーランではないよね。エド残すならわかるけど。エドは残した方がいいから、それエドだもんな。エド・ベーダー。エド・ベーダー。エド・ベーダー、もう3も抜いて。エド・ベーダーめちゃくちゃいいんだけど。エド・ベーダー参入。エド・ベーダー参入ね。エド・ベーダー参入めちゃくちゃいいじゃないですか。エド・ベーダー。エド・ベーダー。エド・テン・ベーダーにしておきますね。エド・テン・ベーダー。ベーダー、参入の3はカタカナで。で、ニューは入るにしておきます。はい、こちら決まりました。はい、園田さん。はい、こちら。エドベーダー参入。これなんかお菓子にエドベーダーさん入りみたいな、なんかそういうキシリトール入りみたいな感じ、キシリトール入りみたいな、これが今仲間になりました。今日ちょっとよく誰ですかそれ、原型がないんですけど、これカタカナだな。今日アレクセイ・イグナショフさんとエドベーダー参入ですね。すごいな。おめでとうございます。決まりました。おめでとうございます。皆さんね、コートではこう呼ぶようにお願いします。はい、いいですね。でもね、さあ、じゃあ続いてのコーナー何でしょうか。はい、ちはやふるちゃん。はい、ちはやふるちゃんで、ごめんなさい、ちはやふるちゃんでございます。これはですね、僕らがですね、選手の俳句を作ろうというコーナーなんですけど、普通に作っても面白くないんで、そうですね。まあ上五、中七、下五とありますけども、それのどこかを僕らが一つずつ担当して、バンバンと出していい俳句ができるんじゃないかというコーナーでございます。これちょっとね、なんとなく私苦戦しそうな気がするので、一問とりあえずやってみて、2番からいきましょう。1番なし、2番から。はい。ちょっとね、はい。そっちで考えたいなと思いますね。はい、ちょっと確かに、ね、打ち合わせの時盛り上がってましたけど、はい、ここ座ってさあやるぞってなるとちょっとリングネットフリックスの匂いがする。ちょっと滑りそうな、そうな感じがしますね。なので、はい。ちょっと2番からいきましょうか。2番からいきましょうか。じゃあ2個目のこちらですね。はい、お願いします。はい。はい、はい、これ若原選手です。若原選手の句をね、考えていこうということで、山梨のの後の七五ですね。七五ですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ七五のどっちを担当します？七にしようか。じゃあミリアちゃんが七で僕が五。うん。いや、どっちでもいい、どっちでもいいよ。僕もどっちでもいいんですけど、だからとりあえず1回じゃあ1回やってみようか。ミリアちゃんが7で僕が5にしましょうか。まあ最後、じゃあこれでいこうかな。いい俳句ですからね、これね。いい俳句ができたらいいわけですから。ああ、これでしょう。若様といえば、うちらの若様。じゃあ、できましたか。はい。じゃあ、山梨のからちょっと一緒に読んでもらっていいですか。五七、じゃあ、行きましょう。じゃあ、若原選手の俳句です。はい。山梨の。スライディングで笑顔ちゃん。ああ、意外といい。意外といいね。意外といい。意外といいな。そう、だってまさにあの現象ですもんね。あの現象。こちら。はい。スライディングラインクロスを俳句にした。そうです。七七までいっちゃいます。五七五七七。はい。これ残して。これ残しの。残しの。はい、わかりました。山梨のスライディングで笑顔ちゃん。笑顔ちゃん。ちょっと笑顔ちゃんってダサいですね、でもね。笑顔ちゃんの後、じゃあ七、じゃあ次の七を僕いきましょうか。はい。で最後の七をミリアちゃんにしましょうか。はいはい。意外とうまくいくな。五七五七七か。七七、山梨のスライディングで笑顔ちゃん。うまいな。はい。中学時代百人一首部だったんですよ。いやいや、そう、本当似合わないですよ。いや、なんかおしゃべりできるからってことよ。ああ、おしゃべりできるかな。そう、友達としゃべれる。なるほどなるほど。あ、またこっちにしよう。ああ。百人一首部ってあったんだ。俺なかったな。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ五七言ってもらって、僕が五を読んで七七でいきましょうか。五七五七七でしょ。はい。なんでみやちゃんが五七四自分の書いたやつ読んで、で僕五行ってそのまま次の七も行くんで。はい。山梨のスライディングで。笑顔ちゃん。笑顔と裏腹。ラインクロス字余り。ああでも。笑顔と裏腹にラインクロスはしてますよってだから、ね、あの現象をそのまましよう。一応これね笑顔と裏腹に、ラインクロスってバイオレーションなんで、線を越えちゃってスライディングして笑顔だったけどその笑顔とは裏腹にラインクロスで出ちゃってるよ。そうそうそう、これはもう反則ですよって。はい。ただの説明の。楽しいの。あ、楽しい。でも若様はちょっと。書きやすいというか。書きやすいかも。だって俺書き直したんですけど、なんだっけ、スライディングで笑顔ちゃん暴走機関車ラインクロスって別にこれでもいけますもんね。これでもいけるね。いけるわ。いけるいける。これいいじゃん。楽しいですね。楽しい。じゃあもう一発いきましょうか。じゃあこれどうしよう。どっちにする？どっちにしましょうか。一番最初の一番の人いきます？一番のいく？はい。じゃあ一番最初の方に行きましょうか。はい。はい。ドドン。はい。高田真希選手なんですけども、はい。ちょっと伝送ね。高田真希ですね。高田真希。へねねねへねへねへねねねねまで。あでも最初でも俳句だったら高田真希何々何々何々何だよね。五七五七七になるとへねへねへなんですね。あ短歌だ。じゃあ俳句でまずは行きましょうか。うまくいけばそれ考えですね。どうします？七と五。じゃ逆にしましょうか。僕七いきましょうか。七いく。高田真希。高田真希。ああ。どうする？どうしようかな。ちょっと僕五い。ああ。うん五いくじゃ。はい。今パッと思いついてるのどっちかあります？ないですか？七。じゃあ僕五いきますわ。はい。最近のね記事読んじゃったんでもうこれですわ。はいじゃあ行きましょうか。記事。はいじゃあ。記事。はいじゃあみやちゃんからお願いします。高田真希選手の俳句です。高田真希そんなことよりリバウンド。なんか怒られてるのかなこれ。高田真希そんなことよりリバウンド。だから審判とかに今ファールじゃない、今ファールじゃないとか言ってるけどそんなことでシュート落ちてるから言わんしろ。これ何でも使えるねこれ。そんなことよりそんなことよりのあとこれでも危なかったですよこれで。なんか違うこと書いてたら何が例えば候補出た？僕一個あったのはお肉のことで、肉ねお肉と憎めない。憎めないでお肉と本当に憎めないっていうのでかけて憎めないっていうのを肉系くるかなと思ったんで、ああいや私はつげが肉系で落としにかかるなと思ったから。うわそうなのよ。僕らの肉いじりすぎてる弊害が出ましたね。肉はくるだろうっていう。そうそうだから肉狂いでくるかなと思ってたのよ。ただ肉系きたらリバウンドだったらめっちゃ良くないじゃないですか。なんか太っちゃったみたいな。そうだね。危なかったですね。そうだね。リバウンドどうします？七七もいきます？七七いく？いきます？じゃあじゃあ僕が最初の七いきます。それから最後の七僕いきましょう。そんなことよりリバウンドの後ミラちゃんいきます。もう。これお届けしてさよならですね。はいじゃあ行きましょう。はいはいじゃあ行きます。高田真希選手の短歌です。はいはい、高田真希そんなことよりリバウンドオフに入って絶壁鉄壁。よくわかんないのになっちゃった。よくわかんないのになっちゃったな。ちょっと鉄壁のガードっていうのと、ちょっと絶壁かなっていうのも。高田選手の少しね気味ではあるのでね。肉を入れなかった俺ら。肉を入れなかった。肉で来ると思った。崖みたいな肉食ってたなっていうのもあったんで、肉次来るかなと思ったんで、ミリアちゃんの私最後の七は肉で来るからオフに入ってっていう、これ弊害だ肉パスしすぎた。はいはい、すみません、楽しかったですね。楽しかったです。新コーナーでございました。はい、また来週も見てくださいね。はい、さようなら。